12月4日から1995年1月20日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将。台米英乱海戦を告げる大平報道部長、香川県出身。農業、大平万太良の次男として生まれる。水戸予中学校を卒業を経て、1921年7月陸軍士官学校を卒業。同年10月。 不評少尉に任官し不評、第22連帯付となる。1931年11月、陸軍大学校を卒業し不評、第22連帯中隊長に就任。1932年12月、参謀本部付勤務となる。以後、参謀本部員、参謀本部付中国駐在を経て、1936年8月、不評少佐に進級。 1937年4月、不評、第27連隊大隊長に就任し、同年10月、第2軍参謀に発令され日中戦争に出生。1938年7月、不評中佐に昇進し、同年11月、第21軍参謀に就任。1939年9月、陸大教官に発令され帰国。百四十一年八月、 陸軍大佐に進んだ。1941年10月、大本営報道部長に就任。1942年3月、不評、第239連隊長に発令され、臨憤に駐屯。1943年3月、この絵第2師団参謀長に発令され、太平洋戦争に出征し、スマトラ島の警備を担った。1944年4月、 第25軍参謀に転じ、1945年6月、陸軍少将に進んだ。同年7月、陸軍不評学校付けに発令され帰国。同年8月、東部軍管区参謀副長に就任。同年10月、東京連隊区司令官となり、同年12月に復員した。ありがとうございます。